ヘビーの実況シリーズガンダムブレイカー4やっていきたいと思います。どうもロクです。どうも私です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。誰ですか？私って誰ですか？私詐欺とかありますからね。今もう12年間もやってるから分かってるでしょということで、ね。はい、もう今回私が使用する機体はガンダムユニコーンシリーズからクシャトリアです。よろしくお願いいたします。早いんすよね、自己紹介が。さ、それではやっていきましょう。待って、戻ってバックあの聞いて一回聞いてお願いだから。はい、あの聞くのも嫌かもしれないですけど、そう、本気で笑わないで。今回のロクさんのガンプラは何なんですか？なんで台本読むみたいに言うの？台本ないからっていつも言ってるでしょ、本当に。はい、よくぞ聞いてくれました。テンション高いなそう本気で弾くのやめて。テンション高いなこの人すごく。だってやりたかったんです、もうずっと打ち合わせの方が長かったんですから。時間が。今回のこの機体の名前お教えしましょう。はい、黒犬兵士四重モードと言います。おお、なんで四重モードか分かりますか？それでは、いや、あれ、早い、ね、お願い、はい、まだ聞いて、はいはい、あの、はい、前回2だったんですよ。へぇ、もう忘れたの？いつも忘れますよね、東京のエビさんね。いつも忘れる。今回4です。はい。はい。背中も4だし、あの持ってるこのガトリングが4つなんですよ。うん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 、だし、あの頭のアンテナもこれ4つになってるんですよ、何気にね。そうっていうことで、それでは始めていきましょう。まあ早く終わらせたい感が半端ないんだけど。何度見ても出撃シーンかっこいいっすね。いや、そんなことより、なんでしょう、なんかロキョさんが打ち合わせの話聞いてなくて、とんでもなく強いキャラクターを選んじゃったって騒いだんですけど。何ですか？いや、まあ、東京のビザ、これクシャトリアの色違いっすよ、これ。あ、クシャトリアじゃなかった、ナイチンゲールの色違いっすよ。ナイチンゲールの、そうナイチンゲールの色違いと私戦いますから。前回私が使ってた、そうこれ真っ赤っかじゃなくて、ちょっと少し赤がですね、メタリックな赤になってるんですよ、はい。ちょっとかっこいいなと思ってこれを選んだんですが、はいはい、ちなみに今回の私のクサトリアはあんまり育成もしてないですし、スキルの調整もできてないので、ロキョさん頼りになりますね。東京の海さん助けて。はい、私が話をちゃんと聞いてればよかった。やらかしてる。やばい。もう、やばい、ちょっと待って。あ、嘘でしょ。ちょっと待って。もうガンダムブレイカー3の。話を聞かないと、こういうことになりますからね。ガンダムブレイカー3の二の舞になるわけにはいかないんだ、私。あぶね。あれですからね、皆さん。カットしてますけど、この男。打ち合わせ聞いてなくてロビーで怒られてますね。今言ったことをなんで聞いてないの？いけんのかって言われましたかね。やばい。いや、でもこう見た目のナイチンゲール戦いたかったんですもん。すごいかっこよかったから。まあそれも醍醐味ですけどね。そう、この強い敵とね、覚醒どうにかって、ほんとポンコツ。うわぁ、耳が痛いからやめて。ほんとポンコツ。あ、もう言うことちゃんと聞きます。人としてね。人としてとか言わないよ。ちょっとプライベートでも言ってるんですけど、グループのみんながポンコツだなぁ、ロックンはって言われてるんですけど、
久しぶりに思った実況してて、ほんとポンコツだな。あの、悪口ですからね。いや、悪口じゃなくてポンコツなの。これはもう、実況シリーズ、今回で最終回。ちょっと待って、これから続く。まあ、まだまだまだ3話しかしてないから。まだ3話目だから、これ。ちょっと。これは。あれ、負けたら実況即終了みたいな縛りないんですか？そんなシリーズじゃないですよ。ああ、違うんです。そういうのやったら。うちの実況シリーズだったらもう間違いなく負けたらもう即終了シリーズです。あの、バイオハザードと一緒ですよね。怖がったら即終了ってやつと一緒ですよね。で、あの、本当に終わっちゃいました、ね。それと、それをやってるわけじゃないので、そう、あの、あ、違うんです。そうそうそう、我々が協力して自分のガンプラで、あの、全国の人たちと戦うっていう、そういうシリーズですから。お、そう。あー、怖いよ、ナイチンゲール。もう二度と、もう、あの、人の話を聞かないことはないです。しっかり聞きます。一言一句。ナイチンゲールは強いんですね。いや、やっぱりそうなんです。赤い彗星最後のモビルスーツですね。あー、やっぱりそうなんですね。もう赤い悪魔と言われているのはあいつのことですか？いや、赤い悪魔と言われてはいません。赤い彗星。あの、白い悪魔ってごっちゃになってさあ、覚醒アタック。これで、はい、最後のゲージ。ナイスです。今空中に浮かせてます。私のところでは地上にいます。あら。ただ、はめてます。ナイスです、ナイス。あの、もう全然、あの、もうずっと転がってますから、地面の上で。地を這う赤い彗星になってますから。ロギョさん、音声収録時間が30分を超えてパソコンがスリープに入りそうになって大変でした。それは怖いよ。あの、初めてのことなんで今一瞬焦りました。攻撃の手を緩めてしまいました。30分でスリープに入るんですね。危なかったです。それは危なすぎます。まずいです。よかった。覚醒、あともうちょい。私の必殺メガ粒子砲撃つしかない。これでとどめだ。よし、倒しました。東京のエビさん、私の必殺メガ粒子砲はこちらで倒していたんですが、こちらでは違う方法で倒していたんですね。同期されたか。あの人の話はちゃんと聞きます。お願いします。テンション高いな、この人。すごく、だってやりたかったんです。もうずっと打ち合わせのが長かったんですから、時間が。私、あの、21時間スタンバってますからね。1時間半ぐらい経ってますからね。どうしました？え？よくぞ聞いてくれました。はいはいはい。で、この赤いコアのところもこれ4つなんですよ。わかります？すごくないですか？そう、これ足と、コア、そう、足と、コアっていうか赤いところ、足2つと、あの、この胸のところと、あと顔のところが赤。これすごくないですか？ああ、なるほどなるほど。そうそう、これちゃんとね、あの、さらにあれですね。はい。あの、今後ろに見えてます、ね。はい。あの、ビームサーベルが4本、ね。そう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 。そう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 、言いたかったそれ。なるほどね。そう、よく気づいてくれました。はい、気づきましたよ。ああ、よかったですよ。それでは始めていきましょう。まあ、早く終わらせたい感が半端ないんだけど。長いな、挨拶と。いやいやいや、挨拶じゃないの、これ説明だから、必要なことをやってるんですよ、私。始めていきましょう。はい、やっていきますよ。